はい、ホワイトベース館内放送、今日はなんとこちらにですね、はい、ジャッキーチェンがジャッキーチェンで来たか、いきなり来ております。はい、プロレーサー、そしてモータージャーナリストの丸山博史です。すいませんね、はい、初めて登場ですよ俺ここで。いや本当ありがとうございます。いやいやいや、実は前々から来てくれるってはおっしゃってたんですけど、うん、なかなか予定が合わなくてですね、で今回、無理して、急遽来ていただいたんですけど、もう俺の方が乗り込んだ感じだよ。あ、そうですね、頼もうって感じです、ね、頼もう本当に、はい、でもね一回出てみたかった、はい、いやありがとうございます、いやもう感無量ですね。僕だって自分で YouTube 始めて、うん、まさか丸山さんがここに立つ日が来るって思わなかったもんね俺。一番最初に会った頃はね、はい、本当に全く知らない中だけど、そうですね、僕一方的に知ってましたけど、妙なきっかけからね。そうですね、本当に、でもその時から俺もいつか行ってやると思ってたけどね、はい、ありがとうございます。俺も見てたからね、はい、一応これは恥ずかしすぎてしょうがないですね、まあ、いろいろとんがった話題もやっている館内放送ではあるんですけども、はい、今回いらっしゃっていただいたのが、うん、はい、ある告知のために来ていただいております。はい、はい、11月、もうすぐなんですけど、11月の10日と11日ですね、テイストオブつくば、はい、というですね、いいの、どうぞ、サキットイベント、ちゃんと持って、はい、ちゃんと持ってきちゃった、はい、が、ございます。そうですね、はい、どんな、11月の10日土曜日と11日の日曜日、はい、2日間つくばサーキットで、まあ、開催してるんでね、まあ、ぜひこれをですね、うちはですねプロデュースしているので盛り上げていきたいと思ってるんですが、はい、今回はちょっと二宮君にもガチ絡んでいただこうと思って、はい、あの手この手を尽くしているんですよね今ね、はい、はい、ちなみにこれどんなサーキットイベントですか。これはねもうね何十年続いてんだろう、20年以上30年近く続いてる、あのね1980年代のオートバイたちが頑張るレースで、私は20数年前ずっと出てましたこれに。で今はプロデュースに回ってるので、忍者とかね、忍者900とか、FZ7 班とか、Z1000、 ウェスクーリー GS7 班とか、まあ、そんなレースをですね一生懸命何年もやってる、そのレースの中でいろんなイベントをですねうちが仕込んでいるので、まあ、今回はですね、もう一つのこのイベント作ったイベント、うちのチャンネルでやってるバトルレイヤーズ2000というですね、逆に言うと1990年代のマシンたちがねめっちゃ盛り上がってるんで、ちょっとね2000年以降のマシンたちが盛り上がらないかっていうので、逆にね、2000年以降って逆に現代までだから、はい、それこそ Z900RS 今の現行モデルとか、うん、XSR700、900、うん、MT-09 とかあんなマシンのカスタムをね盛り上げたいなと思って、うん、ちょっとイベントをやってるんでね、これをですねちょっと紹介しに来させていただきました。でもいい動きですよね、うん、僕最近のバイクかなって思ってたんですけど、うん、意外とあの辺出てからもう何年か経ってますよね、うんうんうん、そうですね、はい、で鈴木がまた刀出したりとちょっと開古的な方向に行ってるじゃないですか。もう、世の中こう試行錯誤でしょ、はい、みんな試行錯誤なんだけど、そのメーカーがね出したマシンにねあれやこれや言ってる前に俺たちはもっと楽しまなきゃいかんなと思うので、人気あるなしにかかわらず本当自分の好きなマシンを、まあ、自慢しに来てくれっていうイベントをね、これね流行るかどうかはねまだ分かんない、はい、自分で一生懸命プロデュースしてるんだけど、流行るかどうかというよりは自分で楽しんでる、うん、自分のマシンを自慢して、ちなみにあるからねこれね、自分のところ、ね、はい、現行の CB1100 をカスタムして1980年代風の F にするっていう、これ自分で盛り上がってるイベント、いやもう川崎もホンダもヤマハもみんなやろうよって言って、なんか今メーカーが若干やり始めてるよなっていうね、うん、本当はお客さんたちが自分でねカスタムして遊べばいいっていうところなんだけど、はい、メーカーもいろいろやってくれてるんでね、まあ我々が盛り上がんなきゃどうすんだみたいなね、まあ俺盛り上がってるけど、はい、二宮君盛り上がんないの今。分かんない、正直なこと言っちゃう、はいはい、まあ、リアリティ追求型なんであれなんですけども、うん、なんていうのかな、僕意外とバイクのこう趣味の幅って狭いんですよ、はいはい、自分が好きなやつに関しては、うん、こう頭の中でいろいろ妄想できる人なんですけど、うんうん、
人がやってるものに関してはこう見てもうんあそうって感じ意外と試練としておかしいな。いつも俺すっげえ盛り上がって二宮君に接してるんだけど、はい、二宮君意外と、ね、あのね、クールなんで世代的にちょっとねあのずれてるんですよ。若干ずれてる。ちょっと待って、はい、どっちにずれてんの。俺の方が年上に見える。いや 見えます、はい、ごめんなさいね。若干ずれてるっていうか、そうなんですよね、はい、もうちょっと新しいところから入ってるんで、うん、えじゃあこのバトルレイヤーズ2000はいいんじゃないの、はい、2000年以降のバイク それ以降だったら多分僕結構ついていける、うんうん、あでもどうかな、どっちなんだろうな。あだってめちゃめちゃこうターゲットの自分が憧れたマシンたちって何、はい、うちらはこの辺だもんだって Z、はい、CB 刀これうちらもあ俺まあうちだって、はい、俺36歳になってんだけど、そうです36歳ですね、はい、僕より年下っていう、はい、え二宮君ってどの世代に憧れて、ま、バイク乗るようになった。いや僕ね世代に憧れてというよりは多分仮面ライダーとかなんですよ、うん、おお そっちそういうイメージから入ってて、なるほど。でその車種がどうのというよりも、うん、あのバイクに乗ってるスタイルみたいなのが、うん、やっぱりもう初めのイメージなんですよね、うんうん、だからそこで追っかけてってるから入り口はもうちょっとオタクなんですよ、うんうん、そうかそうか、はい、オタクから入るのか。僕が今乗ってる K1200R もバイオハザードでミラジョコビッチが乗ってる。なるほどなるほど、そういうね分かる分かる、すぐ壊しちゃうやつあれですけど、うんうん、そういう感じの切り口ですよ、うん、僕は、はい、でもね、まあ、基本的にはオタクイベントですよ、はい、だってもうカスタムして自己自慢して、はい楽しんでますからね。モスピーダのバイクとか出てきたらいいなとか。そうそうか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 。そういうちょっと二次元の方なんでございます。なるほどなるほど、はい、いや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 。はい。まあここのねイベントをねその11月10日11日にやってるんだけど、はい、まあいろいろね音楽のグループとかステージで、はい、いろいろ用意するんだけど。二宮君にもちょっと何かやってほしいんですけどね。ここで歌は歌えないですよ僕歌は歌えないです、ね、歌は歌えない、はい、何ができるのじゃあ。何ができるんですかね、うん、いやうろうろして自撮りしながらボソボソビデオ撮るのはできる。ああはいはい毎回毎回ね、はい、やってくれてますよね。そうでボソボソちょっと、ね、今回皆さんねごめんなさい、うん、僕もあの急なお話であまりこう準備できてないんですね、うんうん、であと行ったことがないので、うん、まあとりあえずまずは僕もあの行ってみようと思っています、はい、でまあいろいろ拝見して気になっているのがあの在りし日のそのツーストーマシンが走るようなんですね、うんうん、NSR とか TZR とか、うん、いっぱい走ってる。KR1KR って知ってます、うん、KR から、ね、KR というバイクがあったんですよ、うん、いや今全然走ってるよ、バリ全然走ってるよ今。さっき丸山さんこのレースが、うん、あの昔からやっててっておっしゃってたじゃないですか、うん、昔走ってたバイクがそのまままだ走ってるイベントらしいんですよ。もう3カ所だって二十何年出続けてる、二十何年変わってない。だから昔のことに憧れて最近の人がレストアしたものが走ってるじゃなくて、うん、そのままずっと走り続けてるっていうですね、本当にその点がなんか僕あの面白いなと思ったんですけど、うん、パーツよくありますよね。確かに。でもその辺ってやっぱりもうみんな各自で頑張ってるでしょ、さっき言ってもバーッとの映像見ましたけど、うん、RZ とか、うん、全然いる。あのガンマあのウォルターのやつはあれ5眼とかですか、4眼とか5眼とかですか。初期型からいるんじゃないガンマっていう、うん、そうだから走ってるだけですごいなっていうやつが中身もそのままだったりとかして、うんうん、さっきと走るわけですね、うん、でそのもうすでにツーストってもう世の中から消え去って売ってるのも消え去って、うん、動いてるのを見つけてもなるべくこう回さないように走ろうっていう感じなところで、うん、あの前回でこうやってるそれを最近やってるじゃなくて昔からやってる人たちがそのまま高齢化しながらやり続けてるっていうところがですね若干高齢化は進んでる。すごいなって思ってそこはちょっと僕見てみたいんですよ、うんええ、だけどめちゃ早いよ。いやでしょうね、そもう RZR とか、うんはい、すげえタイムで走ってる。 RZR って知ってますか若い方、はい、もうそういう話しなきゃいけないさあそっかごめんなさいね。 RZR っていうツーストの、うん、まあなんか速いバイクが、うん、RZ って、まあ、それ知ってる方いると思うんですけども、それに可変バルブタイミング機構がついたやつが RZR なんですよね、うんうんうん、でそこから TZR に変わっていくわけなんですけど、はいはい、多分知らない。そっか。RZ 知ってても TZR 知ってても RZR 知らないっていう若い子はいると思います。なるほど。はい、いかんな。KR って知ってます本当に皆さん。KR。KR1 って
あれパラツインの方ですよね、タンデムタンデムツイ ン, タ ン, デムツインタンデムツインって知ってますか。パラツインもあったんですけど、そうですね、ロータリーバルブ、ロータリーバルブ出た。ビジネスバイクかよっていう、ロータリーバルブって知ってますか、ツーストの。知らない世代なの。全然知らないですよ。マジですか。あの K90 とかにの、うんうん、あでも K90 も知らないと思うんですけど、うん、昔のあのコレダみたいなやつ、あの今のなんか、うん、あのビジネスバイクがツーストだった時に、うん、鈴木がロータリーリードバルブって言って、うん、あのクランクケースの方にキャブレターがついてるんですよ、うん、クランクケースにキャブレターついてる、よっぽどマニアックだよ。今話してる内容のがいや僕あのやっぱ自分がやっぱやったことあるやつは全部覚えてるんですよ、うん、でそれがなんでロータリーでそこについてるかっていうと、うん、そのレース市場で非常にその性能がいいからっていうことでやったんですけども、その一瞬で終わってしまったっていうものなんですよ。でそれが唯一採用されているツーストレーサーレプリカが KR1 タンデムツイン、うん、タンデムツインの方があれですよね。そうですね、出てますね。パラツインの方は普通に上についてますよね、うん、はいはい、いやいや古い車 GL500 とか知ってる、うん、GL500 めっちゃ速い、ね、速く走ってるよ。あれ重そうですけど。あんなもん GL500 って知ってますか。知らないと思う。知らないと思うんですけど、俺だって自分でプロデュースしてて、はい、GL500 今回エントリーしてきたよってビビって見に行ったもん自分で。見に行ったもん。動かないやつは多分何回か見たことあるんですけどね、うん、あのバリバリサーキット走ってる GL500 って多分見られない。見られない、見られないです、うん、はい。あのいやまあこういうので、うん、その なんか喜べるかどうかっていうところがまあちょっと喜んでほしいな。いやでもタンデムツインが走ってるっていうのは僕ね、うん、自分が一回入れたやつを乗ってみた以外では、うんうん、昔上野で1台だけ走ってるのを1回だけ見たことがあるんですよ。うん、うん、自分の目の前で、うん、あタンデムツイン走ってると思って、うん、それ以来1回見たことないですね。あそう、はい。だってあれだよ、今で言ったら忍者25みたいなもんだよ。いや、あ川崎いいマシン出してきたじゃん。全然違う。もうセールス全然違うじゃないですか。あのなかったことにされてるバイクなんですよ、 KR シリーズ。そんなことない、そんな当時は、はい、当時はおすげえいいバイク、川崎のツースト、はい、OK みたいな、はい、あ全然良かったよ、まあ、あれ確か乾燥重量、うん、装備重量、乾燥重量、車両重量で、うん、あの120キロ台なんですよね、あれ、あの、うん、重量忘れたけどな。ストレーサーレプリカの中で一番軽いっていうことであれ出たはずなんですよ、うんうん、その割に知らない人が多いぐらい全然売れてないっていう、まあまあね、そうなんですよね。だから悲しいけど、でも乗ってみたんですけど、うん、やっぱすっげえ速かったっすよ。そうあの時だって、コークバリントン並みに走れるもん。コークバリントンよく分かったよね、ごめんなさいね、はいはい、川崎のワークスライダーね、あー、ツーストロークの、マジモンの KR レーサーに乗ってた、はいはいはい、ライダー、わかんないか。わかんないですけど、でも川崎の博物館行った時に飾ってあった KR、ね、あるよ、うん、ライダーなんですね、はい、わかんないけど、まあそういうなんかなんていうんですかね、思い出がとりあえず形になっている場所として、そうですね、はい、唯一ですよねこれ多分、確かに日本では結構有数なレースになってきて、でも旧車のレースという意味での有数なレースですけどね、はい、あと長年続いてるっていう意味で言うと、まあね、みんなにちょっと見に来て、いや実際走ってるというのはすごいですね。展示するんだったら結構あるじゃないですか、うんうん、でも実際走ってるってやっぱない、まあせいぜいエンジンかけてふかして終わりかなっていうのはあると思うんですけど、うんうん、いやぜひまあこれつくばサーキットですよね、うん、で当日券で3,000円、うん、前売り券で3200円だけど土日両方入れるんですよね、うん、はい、で、やってますので、で僕もただ観戦しに行くだけだと、うん、まあ、ただの野次馬になっちゃうんで、今回ですね、僕のリクエストプロデュースで、飲食をやろうと思ってます、はい、僕が作るわけじゃないですよ。僕が作るわけじゃないんですけど、一応僕うちの方で手配させてもらってですね、飲食カーを出します、うん、で、メニューが一応今のところ決まってるのが、まあ、うどん、それから丼もんですね、まあ、ローストビーフ丼、それからホットドッグ、チーズドッグみたいなやつ、この間食べたよ俺。そうです、あれが食べたよ。あれをちょっと出そうと思ってますので、うん、何もない時は僕そこにいます。はい、1000食完売目標。完売、はい、まあ、じゃあ1000人来てくれないとちょっと困りますね。そうですね、
そうですね、なので、もしよかったらですね、ぜひいらっしゃってください。であと当日何やるかっていうのはこれから決める段階なんで、うんうん、まだちょっと分かんないんですけども、とりあえずまあ僕動画撮りながら歩いたりとかですね、やっていこうと思うので、まあご存じない方も多いとは思うんですけども、うん、こういうテイストオブつくばというイベントがあってですね、10月の10日と11日にやってますので、一応うちの、はい、うちのチャンネル、はい、マルチャンネルモーターステーション TV の中にはこのテイストオブつくばの動画は結構たくさん入ってるんで、はい、一応見られますけどね、そのどんなことやってるかって。困ったことに、はい、毎回変わらないっていうのがですね、まあ新しいイベント30年変わってないわけですね、まあ、そうそうそう、はい、毎回うちね映像作ってるんだけど、はい、毎回レースが変わらない。ただ、まあ、今回は刀、はい、全日本で走ってる加賀山くん、はい、まあ、世界スーパーバイクかで走ってる加賀山くんと、うん、トリックスターの世界選手権走ってるフランス人の対決とか、はい、そういうレースは仕組んでる、うんうん、フランス人の走ってる人っていうのは どなたですか？ L1 2号っていう、ね、L1 2でかい人ですよね。そうそうそう、でかいやつ、うん、お風呂入っちゃったやつ、お風呂入っちゃったやつですね。言っていいんすかもう。いや、あれはね、あれ禁止、あれ禁止。8体の時にもう、はいはい、やるだけやっちゃったからね、二宮君ね。まあ、パブリックには出してない話なんでいいんですけど、はい、まあ、来てくれた方にはボソボソ僕喋りますけど、ね、そうですね、はいはい、うん、まあでも、もう楽しかったですよ。すいませんね、いつもね、なんかいろいろ巻き込んじゃってるんだけどね。いえいえいえ、はい、あの密かなる楽しみ方がね、違う方向行って楽しんでるから。そうなんです、俺もなんか怖くて、こう、あ、これ映像にしたらすごいバズるな、うんうん、盛り上がるな、うん、でも無理だっていうのがありますね。一瞬俺が止めたものがありましたが、はい、それ後悔できないから、ちょっとどうすかね、ダメだなっていうのがあるんですけど、うん、一応まあ口頭で話す分には、まあ、ギリギリいけるのはですね、うん、ありますんで、うん、であとまあ今回初僕もまあ参加というかですね、するので、まあ気の早い話なんですけど、まあ今回急だから来れないっていう人も多分いると思うんですよ。で年2回やってます、11月と5月ですね。そうですね、はい、で次の5月に向けてのですね、取材というか動きもやっていこうと思うんですけども、なんか池があるんですよ、はい、サーキットの中に、うん、だから釣り大会をしてるらしいんですね。で今回やってないんですけど、うん、次はやろっかなっていう感じで、いいですね、はい、なんかサーキット内の池で一回水抜いてこう魚がいなくなったところにみんなが外来魚バカバカぶち込んだみたいな、うん、なんかそういう噂のあるなんか幻の怪魚がいそうな感じのところなんですけど、確かにでかいのはいますからね、はい、で本来は釣っちゃいけないんですよ、本来は釣っちゃいけない、本来釣っちゃいけないから増殖しちゃってて、はい、どうすんのっていうので、はい、このテイストオブつくばの年2回だけは釣り大会開いていいって私が言って、まあ、本当は釣りしちゃいけないのに、はい、この年2回だけ釣っていいっていうね、こういう特別の許可を得て釣るとかいう話、うん、皆さんすっごい大好きじゃないですか。でそこで、まあ、釣って、うん、で釣った魚を食べるっていうのをね、それなんだっけ、キャッチアンドリリース、食べちゃいけない、食べちゃいけない、食べちゃダメですか、うん、死んじゃったらとかそういうのもダメですか、うん、まあ、今言えねえな。あ、まあそうですね、うん、まあまあ、そこはちょっと濁しておきますけども、はい、まあ、食べるっていうのは今聞かなかったと思ってください。はい、自己責任、ね、はいはい、とか、ね、フリーマーケットもやってるみたいなんですね、うん、そうですね、はい、でそれ一般の方も、うん、まあ、さ出品できるフリーマーケットが、うん、ですね、1日7000円、2日で1万2000円とかで、うん、これ料金はそのもしかしたら変動するかもしれないんですけども、うん、やってるみたいです、うん、はい、で、まあ、でも僕フリマでそのスペース7000円って結構安いと思うんですけど、で、あと何でしたっけ、あと今回 その飲食に関しては割とそのできることでこうやったんですけども、うん、次 の5月の飲食では例えば僕がこう遠くのお社に行った時にすごく美味しかったものとかを再現するとかですね、うんうん、そういう形でこうやれたらなというふうに思ってます。でそれがこう実現するかしないかもですね、今回のちょっと皆さんのリアクションにかかってるっていうのもありますので、そうですね、そうでした。はい、はい、そんなわけでぜひもしよかったら、でもやっぱその語っていく上で古いバイクの話って僕も出すし、うん、皆さんからも出てくるし、あんまりそれをしつこく若い人に押し付けるのも鬱陶しいっていうのはあるんですけども、うんうんうん、でも面白い車両が多かったっていうのはやっぱり事実なんですよ、うん、でさっき言ってたその KR とかもそうなんですけども、うん、すげえ面白いけど売れないバイクってあるじゃないですか。もうメディアむっちゃ盛り上がってる、うん、そう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 、
でも売れない、うん、売れるはずだったのに売れなかっただけなんで、その中にも本当は名車っていっぱいあるからね、これなんでこれ売れなかったんだろうって、ね、ありますよね、それはね、こう次世代のね、はい、世代のこうまたぎの中で、うん、社会状況の中 で、ね、思わず不発だったけど、実は名車っていうのは、ね、後になったらとか、そう、結局後からね、高い値段で取引されちゃったとかっていうのがね、もうゴロゴロいきますよ。もう刀なんか本当その最たる例ですよね、うん、そうね、本当に今刀持ってたらいいけどね、このまた新しく鈴木が刀出そうとしてるとこに前の刀持ってきて、もう頑張ってますからね、今ね、前の刀が結局あのスタイルで踏襲したがってるっていうのはほとんどだし、うん、でまあ、あとはその時代背景が変わって売れなくなっちゃったやつとかもやっぱあるじゃないですか、うん、排気ガスの関係とかで、うん、でそういうものがまあやっぱこういまだにこう走ってるっていうのを見るっていうのは、うん、まあ非常にこう勉強になるなっていうのは僕は思うし、うん、まあ、それプラスあの2000年以降のオートバイがですね、そうですね、はい、まあ、今後も少しずつ出ていくのかな、うん、僕ね昔の本とか読むと、うん、面白いのが、うん、その昔の本にこれからのバイクはこれだとか未来のバイクはこれだって書いてあるやつがほとんど 今の未来にないっていう、ないや全然当たらない、今も今ないなって、うん、今も未だに RVF とか売れてるなみたいな感じで本当、まあそれ趣味の世界だもんね、はい、だけどなんだろうな、なんだろうね、いいんじゃないの、もうでもね、好きな若い人たち、はい、俺若いけど、はい、いちいち言うけど、が意外と古いバイクの形を好きだったりするじゃない、はい、うん、それはあるんですよね、うん、多分あの今のに比べると昔の方が個性的だからだと思うんですよ、うん、まあ、今のって言っちゃうとあれですけど、うん、割とその形同じでカラーパターン変えたとか、うん、あのどの会社も出してくるバイクの基本的なその形がやっぱ、まあ、これ昔からですけど、うん、基本的な形がちょっと似通ってるとか、うん、あのその未来的な形から抜け出せないとか、うん、売れるマシンにどんどんみんな同じ方向性いっちゃったからね、俺はこれなんだって思うと、うん、もう古いバイクを掘っていくしかないっていう、そうね、まあ、あると思いますよね、うん、あのネキトなんて今なんかみんなソファになっちゃったじゃないですか、うん、なんかあの丸め一刀のスタイルっていうのは、まあ、完全されつつあるんですけど、うん、まあでもそういう人たちが集まってる、ね、延々20年も30年も同じことやってるっていう、ずっと同じことやってる、ね、申し訳ないんですよ、それね、それがいいんですよね、それは 俺の中ではバイクの文化だからね、はい、俺一応文化だから、うん、これ文化を想像する、そうそうそう、立場のパターンなんで、はい、いや本当最近始めてレストアしてって、まあ、それもいいんですけども、うん、昔の人がそのまま同じことやり続けてるっていうのが、はい、そので問題なのが高齢化っていうのがいいですよね、まあ、高齢化とも思ってないんだけどね、あの常に元気よくやってますよっていうのをね、はい、まあ、ちょっと見てほしいなと思ってるんだけどね、はい、ぜひ、はい、もしかしたらこう元気になるイベントかもしれないし、うん、あと結構その今月11月っていうと、うん、だんだんのバイク乗らなくなる時期じゃないですか、はい、うん、で買い取り案件が増えるんですよなるほど、なるほど、別にこっちは嬉しいんですけど、うん、そこでこう、まあ、こういうイベント来るとやっぱもうちょっと乗ろうかなっていう気持ちになるから、そうですね、最後にもう一走りしなきゃっったらこのイベント見たら、いやもう冬でもバイクそのまま乗り続けちゃうかなって思ってくれるといいんだけどねですね、なんか雑誌の名前出さないんですけど、うん、コンビニで売ってる某バイク雑誌で、うん、今年の乗り納めどこに行くって書いてあったんですよ、なんじゃそりゃ納めんなよって確かに勝手に納めちゃいけんの納めんなよ春夏秋冬全部乗れだよね、全部乗れです、本当その通り、本当にそれは確かにそうですよ、冬こそ乗る時期だからね、まあ、パワー上がりますね、我々としてはね、まあ、何を盛り上げるすいませんね、まあだんだんそのバイクに厳しいシーズンになっていくっていうことですね、うんうん、はい、まあ、そこで駐車料金バイクの方はかからないので、うんうん、まあ、天候次第ではあると思うんですけど、雨天決行ですのでぜひいらっしゃっていただけたら、そうですね、はい、幸いでございます、はいはい、じゃあ何か最後に一言締めで、そうですね、11月10日11日のねテイストオブつくば、私としてはね、はい、バイクでね人々の生活の活力を与えていかなきゃいけないんで、うんうん、もうぜひこれね見てね、はい、盛り上がってほしいな、はい、これが盛り上がらないと、うんうん、俺がやってること全否定なんだけどね、もう俺が自分で盛り上がってることが全否定なんでね、ぜひ来てほしいなと思っております、わ、はいはい、かりました、じゃあ皆さん僕は10日に行きます、うん、11日はごめんなさい、ちょっと別件で僕行けないんですけども、うん、10日土曜日ですね、
参上しますので、はい、ぜひ見かけたら気軽に声をかけてください。あ、はい、私もね、私も行ってます、行ってますって、はい、いますんで、まあ、そりゃそうですよね、はい、ぜひ声かけてください、はい、ということで、はい、皆さんどうぞよろしくお願いします、はい。